小畑チャンネルへようこそー小林拓一郎でーす今日はエクストリーム、こちら行きましょうエクストリーム、鬼滅の刃の鬼たちの歴史こんな本を見つけました。鬼滅の日本史というね、もう、すごくキャッチーじゃないですか。なんだこれと思って手に取って、今ね結構ヒットしてる本なんですよね。 歴史学者の小和田哲夫さんという方が監修の本なんですけどこの方もねすごく有名な方で早稲田でこの歴史をずっと研究されてた方なのかなでねなんかうちの父親も実は早稲田で歴史を学んだ人なんですけどもなんかね生前お付き合いがあって。 たようなことをちらっと聞いたことがあるようなっていうなんかちょっとごめんごめんなさい曖昧なんですけれども、えー、名前をね僕は知ってたんですけど大和田哲夫さんという方なんですがこの方が監修しております、えー、このいかに鬼滅の刃の元ネタになった鬼たちがいるかっていうことなんですね、えー、早速じゃあ行きましょうかまず 鬼というものは人を食うわけです。これ鬼滅の刃に限らず、日本の古典にも共通するという特徴なんですけれども、鬼というのが人間を超えた存在であって、鬼が人間を滅亡へと導く存在であると。鬼滅の刃では独自の設定としてね、鬼は夜しか生きることができず、太陽の光を浴びると消滅してしまうというもので、この設定の元をたどるならば、日本の神話にたどり着くのではないかということなんです。 日本という国土を生み出した女神イザナミ国土や神々の母でありながら火の神を生んだことで命を落としてしまうんですその後は死後の世界黄泉の国というところで恐ろしい女神として君臨することになりますで黄泉の国には鬼のような存在が多く存在していて えー、その軍勢をイザナミが率いていてたわけですここもまた「鬼滅の刃」の設定につながってくるんですけれども「鬼滅」でも「鬼仏寺無惨というトップの存在がいて彼のもとに十二鬼きという組織がありそしてさらに下の鬼たちがいるという組織化されたものですよねピラミッドのように。イザナミのもとに集う鬼のような存在たちもまさにそういう組織化されたものであったと。 死後の国である黄泉の国は、昔はまあ生の国と行ったり来たりできる場所だったんですけども、イザナミの夫であったイザナギが、その生と死の世界をつなぐ、えー、ツ平坂というものを封印することで、生死の世界は分断されてしまったんですね。そしてその後に生まれたのが、太陽を司る神、アマテラスなんですね。 そう、鬼滅の世界で鬼たちの最大の弱点とは何かっていうと、太陽なわけです。そう、ここで太陽が登場するわけです。鬼は太陽が苦手という単純な設定のように思えるけれど、こうやって紐解いていくとかなり細かく、こう神話だったり古典に原点があるんだなっていうことがわかるわけです。では、鬼滅の刃に登場する鬼たちのもう一つの大きな特徴というものは、 何か。鬼たちは、元人間であるというものです。これあの、悲しい過去であったり、逃れたい境遇であったり、何かしらの強烈なコンプレックスがあることで、人間であることをやめてしまって、彼らは鬼になっていったと。古典の中の鬼たちも同じ特徴を持つらしいんですね。日本書紀なんかにもね、恐怖の存在として描かれている鬼なんですが、それはつまり、 権力者によって癒しめられた抵抗勢力だったり秩序が及ばない山の中なんかに住む特殊技能を持った人々であったり恨みを強く抱くあまり狂気を宿ってしまった人たちが 鬼ととしてて記録されいいることが多いそうです、まあ、現代とは違って情報も限られているからこそ異質な存在つまり何だかわからない怖い存在、まあ、人間というのは知らないイコール怖いっていう感情を抱く生き物なのでそれを鬼とととししてて表現いいるということなんですねではではでは「鬼滅の刃」の中に今さっきも話をしましたがトップの存在である鬼舞辻無惨という存在がいますけども、えー、これは「鬼滅の刃」の中の最強の鬼です。 では日本の古典の中の最強の鬼といえばこれは何かというと丹波の国これは今の京都府の亀岡市っていうところのたりなんですけどもそこに大江山という山があってそこを住みかとした天童子といいう鬼がいます、えー。これ有名な、まあ、鬼でほんといろんな例えばゲームのキャラクターとかにもなってる名前も聞いたことあるよなんていう人もいるかもしれませんけれどもこの童子と「守天堂寺」とそして「鬼仏寺無残」っていうのは共通項あったりするんですね。ちょっとこれあのネタバレになるので、はい ご注意ください、はい、器物事無山なんですけども平安時代の公家の生まれなんですねで育ちが良くて教養もあったしかし病弱な体に生まれて二十歳まで生きられないとされていたんですそこでお医者さんから青いいっててうののをを投与されれ永遠の命を手に入れますその代わりに太陽の下では生きていけない体となってしまって人の血や肉を欲する鬼と化して生きていくことになったわけですね では、四天王寺はどうか？彼は幼くしてお寺に預けられて、12歳くらいの年頃になるとかなりの美少年になっていたみたいなんです。で、これ器物事務残と同じく、育ちはよく教養もあった。器物事務残もかなりの美少年です。美少年というか、まあ美青年ですよね。描かれてますけどもまあ、多くの女性から。 この主天童寺キャーキャー言われるようになって求愛されて恋文もたくさんもらうようになるんですがそのキャーキャー言われることに対してヘキヘキしてもういいよそれっつって彼はそれを読まずに全部焼いて捨ててしまうんです恋文とかをねするとその女性たちの怨念が煙となってふわーっとなってその煙に巻かれて彼は鬼へと変わってしまったわけですその後全国各地を転々とした後大江山に流れ着くわけです 鬼となった四天王寺はその後、今日の都に何度も何度も訪れては若い姫君をさらったり、生のまま人間をくらったりと悪行を重ねていくんですね。だから元々四天王寺も鬼物寺無惨も。元々はどちらも人間であり、しかも育ちもよく教養も良かったんですが、鬼になりたくてなったわけではないという存在だったわけですよね。そしてこの四天王寺なんですが。 源の頼光と彼のもとに仕える四天王がいるんですけどちなみにこの四天王の中にかの有名な坂田金時がいますあの昔話で有名な金太郎ですねはい金太郎もいてこの源の頼光と四天王によって四天王子っていうのは成敗されるんです。 どうやって倒されたかっていうと、四天童子っていうぐらいなんで、お酒が好きなんですけれども、えー、酒を飲ませて、酔わせて、寝首をかくっていう、もうなんとも卑怯なやり方かいっていうね、そういうやり方で、ええー、まあ、この首を切られてしまった四天童子なんですけれども、ええー、でも首を切ってもやられないっていう、これはまたネタバレになってしまいますけど、そうなんですね。このあたりもまた、ね、ちょっと奇物事務残のようなみたいなね、ありますけど、この四天童子の首っていうのが、その後、京都に、 えー、京都で有名な首塚大明神っていう塚に葬られていて、えー、首から上の病にいいとされる神社として知られているんです。これは改心した主天道寺が首から上の病に苦しむ人を助けたいと願ったためでもあるらしいんですね。で、またお酒の神様でもあり、今もなお酒のお供えが耐えることはないということなんですけれども。でですね、でですね、こっからです、また。江戸末期から明治時代にかけて、 まあただでさえこの時代ってのは文明開化があって生活様式が大きく変わっていった時代でもあるんですがこの頃同時にコレラという疫病が大流行して多くの方が亡くなっているんです。で、この時代にヒットしたのが今の四天童寺を成敗する源の頼光と四天王の図を描いた浮世絵なんですよ。 めちゃくちゃゃくく多の浮世絵師が描いております、えー、僕も好きな歌川国吉っていう浮世絵師であったりとかその弟子である義経、えー、であったりとかもういろんな人がねこの「源頼光」と「四天王」そして四天王寺っていうのを描いているんですヒットしたんです。で時は経ってですね去年2020年「鬼を滅する物語『鬼滅の刃』っていうのが日本全国で大ヒットしましたね。 鬼滅の刃っていうのも、それまでもすでに人気の作品だったんですが、コロナが襲ってきたことによって、より爆発的なヒットになったって言われてるんです。まあ、理由としては、まあ、おうち時間が増えて、ステイホームの時間でね、みんなが寝と振りだったり、アマプラを見たり、そして漫画全巻買って読んだりっていう、そういうのもあって、そこがまたヒットの要因だろうって言われてるんです。これももちろんあるんですけれども、えー 日本はですねこのコロナに限らず実は古来からずっっとと疫病と戦ってきた歴史があります世界中この疫病と戦ってきてますけど日本は特に高温多湿っていうこのまあ環境の中で特に疫病がずっと絶えなかった国でもあってずっと戦ってきたとでその疫病というものを鬼に例えて描写することが多かったんですね。だからこそ 思い返してみてください。日本の伝統行事っていうのは、この疫病を払う儀式っていうのが多いんです。代表的なもので言うとそうなんです。もうすぐやってくる。節分がそうですよね。鬼は外福は内。まさにじゃないですか。節分、季節を分ける日に鬼を払っていたんです。そうなんです。昔は鬼、まあ、疫病というものを払うものだったんですね。 払ってはまたやってくる。そしてまた払うっていうものだったんですけども、そうやって付き合っていくものだったんですが、いつからか医療や製薬技術っていうのが発達することによって、多くの疫病というもの、まあ、ウイルスというものを封じ込めることに成功してるわけですよね。そして人はいつからか鬼、まあ、疫病というものを払うものから滅するものへとなっていった。そうです。まさに鬼滅なんですよ。 「鬼を滅するというものなんですね、まあ、鬼滅の刃」というものが大ヒットした裏側にはこんな日本の歴史の中における鬼イコール疫病との戦いというものが、まあ、潜在意識レベルなのかもしれないけれども。 それれれがあっってててこれだけ大ヒットしたんんじゃないかって言われてるんです、ね、あの明治時代にさっきも言ったように明治時代にさっきの「四天童児の首を狩る」っていう浮世絵が流行ったように今は「鬼滅の刃」という鬼の首を狩るというこの物語がヒットしているということなんですけれどもまあそういうことも描かれて書かれている本なんですけどとにかく他にもいろいろキャラの元ネタもたくさん紹介されている本なので おすすめです。面白いです。ぜひこの「鬼滅の日本史」っていう本を読んでみてください。また、いいねもよろしく。チャンネル登録もよろしくね。ではまた。